はい、どうも、白駒先生です。今日はですね、トップ YouTuber のマスオさんがですね、この度、子供に大人気の朝の番組、おはスタのレギュラーになることが発表されました。今回の動画はですね、それの詳細プラス、そしてですね、YouTuber のこのテレビというですね、メディアにおいての活躍としてはですね、これがですね、まあ、最高到達点、まあ、別の言い方をしてしまえば頭打ちになるというね、理由について僕なりに話の方をですね、ちょっとしていきたいと思います。まずですね、詳細だけ話しておきます。まあ、マスオさんといえばですね、ヒカキンさんの友達として YouTuber を始めてですね、今登録者数が100万人超えくらいしてるですね、月収700万くらいあるってね、何かしらの動画でね、おっしゃってたんですけども、まあ、とにかくですね、トップ YouTuber の方ですよね。でですね、この方がですね、この度、おはスタのですね、まあ、曜日レギュラーになることが決定したんですね。まあ、おはスタといえばですね、もはや、俺、どれくらいやってるのか、20年くらいですかね。朝はですね、月金で生放送でやってる番組なんですけども、これですね、もう開始されて20年も経つんですよね。はい。僕もですね、子供の頃ね、見てましたよ。はい。さすがにね、もう中学生とかね、そんくらいになるとね、見なくなった思い出があるんですけど、まあ、皆さんもですね、この動画見てくださってる方はですね、大人の方が多いんですけども、まあね、おはスタの思い出ね、多少なくてもあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、僕は結婚しないであれなんですけども、今結婚してる方だったら子供がね、朝はね、必ず見てたりとかするんじゃないでしょうか。でですね、おはスタっていうのはですね、まあ、今やですね、いろんな芸人さんが出たりとかですね、まあ、アイドルの人から出たりとかですね、結構ですね、もう多種多様な感じの番組になってるんですよね。でですね、ちょこちょこですね、いわゆる YouTuber、特にウームですね、特にウームの YouTuber が、まあ、ちょこちょこゲスト的な感じでね、この日だけ出ますよ、みたいなパターンはあったんですけども、この度ですね、正式なレギュラーになることが決定したんですね。でですね、まあ、曜日によってレギュラーは違うわけなんですけども、ある曜日のレギュラーにこのマスオさんがね、抜擢されたというわけなんですよ。ね、まあ、もともとですね、まあ、YouTuber とですね、このおはスタっていうのはね、ものすごくですね、まあ、相性はいい感じがしますよね。まあね、なんせおはスタって見てるの子供しかいないですからね。はい。でですね、じゃあ、ここのね、決定したこと、これはね、ものすごいことだと思います。本当にめでたいことだと思います。はい。ただですね、僕同時にこう思ったんですよ。テレビにおいての YouTuber の最高到達地点にこれがなりそうだなって思ったんですよね。これ以上の活躍はもうテレビにおいて YouTuber しねえだろうなってね、僕思っちゃったんですよ。はい。これどういうことか話していきますね。皆さんどうですかね、テレビでですね、 YouTuber を見ることって昔に比べたら全然増えたと思うんですよ。いわゆるヒカキン&セイキンみたいな感じでね、歌番組に出たりすることもあるし、もしくはバラエティ番組に出ることもあるし、はい。ちょっと前ですとですね、番組とある単発のですね、バラエティ番組、深夜にやってる単発のバラエティ番組で MC が芸人とですね、はじめ社長みたいなね、時だってありましたからね。はい。まあ、僕自身はですね、やっぱバラエティ番組大好きなんですごく見るからですね、余計ですね、まあ、ちょこちょこ見る印象があるんですね。でですね、で、じゃあですねこういう風にですね、YouTuber がですね、テレビにですね、まあね、ある程度出るようになったんですけども、まあ、はっきり言ってしまいますけど、全くもって定着してないんですよね。定着してない。単発感が半端ないんですよ。はい。全然ですね、出演が続かないんですね。まあ、これどういうことかと言いますと、例えばですね、皆さんもテレビ見てるとですね、わかると思うんですけど、まあ、要所要所、ね、どっかしらのタイミングでブレイクするタレントさんって絶対いるじゃないですか。まあ、芸人さんでもいいし、女優さんでもいいし、モデルさんでもいいし、女性タレントでも何でもいいんですけど、ね、どっかのタイミングで、あ、この子って最近どの番組つけても見てるな、その出てくるな、みたいな方って絶対いますよね。定期的に。定期的にいますよね。で、それに考えた時にですね、ちょっと皆さん思い返してほしいんですけど、YouTuber をテレビで見ることは全然あると思うんですよ。思い返してください。絶対あると思います。でもですね、あ、最近この YouTuber いろんなどの番組にも出てんなっていうパターン見たことありますかって話なんですよ。なくないですか？どうですかね皆さん。ね。まあ、YouTuber が出てるのをほんと見るんですけど、非常にですね、こう単発というか連続で、あ、この YouTuber、あ、またこの YouTuber ここでも見た、あ、こっちにも出てるんだ、みたいな感じで、ポン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 いろんなとこで見るって、まあ、ないですよね。で、大体ですね、いろんな YouTuber をちょこちょこいろんな番組でポコン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 って見るみたいな、そういったイメージがあると思うんですよ。じゃあですね、それはなぜかということなんですね。なぜそんな現状になってしまっているかって話なんですよ。それはどういうことかっていうと、まあ、テレビ側がですね、視聴率を稼ぐために YouTuber を出すもYouTuber がこれといった結果を出していないから、そこからですね、次の仕事にあんまりつながってないっていうね、ここなんですよね。ではどういうことかっていうと、まずですね、やっぱテレビっていうのは視聴率命なわけですから、視聴率を取るためだったら何だってやるわけですよ。ってなった時に、やっぱり今テレビっていうのはですね、やっぱり大人のメディア、あんまり子供が見ないものになっちゃってるんですね。でそうなった時に、やっぱり YouTuber を出すっていうのは視聴率を分かりやすく稼ごうと思ったら、これ非常にいい手ではあるわけなんですよね。
で、そういった理由からですね、例えばフィッシャーズさんがですね、そのダウンタウンデラックスに出たりとか、あと東海オンエアさんも最近出たかな、ダウンタウンデラックス。うん。あとはですね、人は1年前かな、ちょっとね、何年前か忘れちゃいましたけど、TBS のですね、芸能人のですね、オールスター感謝祭ってありますよね。あれにですね、フィッシャーズさん出てたりしましたからね。オールスター感謝祭にフィッシャーズ出るって、ね、なかなか思い切ったことしますよね。うん。でですね、そういったいろんな番組にはですね、まあね、YouTuber さん呼ばれるんですけど、まあ続かないんですよね。続かない。うん。じゃあなんで続かないかっていうと、まあ、要はですね、テレビでね、全然活躍できてないっていうのが原因なんですよね。うん。じゃあ、なんでそんなにテレビで活躍できないのって話なんですけども、それはですね、やっぱり YouTube とですね、テレビというですね、メディアにおいての戦い方が全く違うんですよ。うん。で、なんでかっていうと、要は YouTube っていうのはですね、オールセルフプロデュースなんですよね。すべて自分で決めれるんですよ。はい。で、逆に言えばテレビっていうのは、誰かがプロデュースする、してるところにですね、自分自身を当てはめに行くっていう作業なんですね。うん。つまり、麻薬なわけなんですよ。はい。これどういうことか。まあ、言ってみたらですね、例えば YouTuber でしたら、自分がまずどんな動画を作りたいのかってことを決めますよね。うん。で、それでどんな風に編集するかとかも全部自分で決めれるわけですよ。うん。で、どういう風にしてですね、その自分が撮りたい動画を選ぶかって言ったら、単純に自分が好きだからっていうのもありますけど、自分が得意だからとか、ね、そういったですね、自分に合ってるね、動画、合ってるですね、まあ、スタイルとかね、そういうのを全部自分で選べるわけなんですね。取捨選択するものが全部自分に有利なものなんですよ。うん。で、動画を撮った後、自分自身でね、言ってみたらこう編集するわけです。もう、編集するわけですけども、それだって自分がですね、いかに美味しく、いかに面白く、いかにですね、軽快に喋れてるようにね、もういくらでもですね好きに編集できちゃうわけですよ。うん。自分に有利なスタイルで動画を撮って自分に有利に編集できて、それをですね動画として投稿できる、これが YouTuber なんですね。はい。で、対してテレビっていうのは基本的にプロデューサーなりディレクターがこの番組ではこういうことをやりたい、こういうことを伝えたいっていう思いでまずね、テレビを作るわけですよ。で、その上でキャスティング会議って言って、じゃあこの番組に合ってる芸能人誰なんだろうかって言って呼ぶわけなんですよね。うん。で、じゃあ呼ばれた側がどうするかっていうと、そのテレビ側がまず自分たち何を求めてるかってことを理解するわけなんですね。うん。こういったことを言ってほしいんだな、こういったことをこの番組では自分に担ってほしいんだなってことを理解して、その上でそれを全うしないといけないんですね。はい。で、全うした上で、例えば芸人さんであればさらに難しいのが、全うした上で面白いことを言わないといけないんですよ。うん。ね、ここがすごいポイントで、例えばね、じゃあ芸人さんなんて面白きゃいくらでも呼ばれるんだと思うかもしれませんけども、ただただ面白い人なんてもう呼ばれないんですよね。うん。自分が呼ばれた役目をきちんと全うして、その上でですね、その役目に沿ったボケとかをして、それが面白くないと採用されないんですね。はい。全然関係ないようなボケをずっとしててもカットされたおしまいなわけなんですよ。うん。ね、だから、まあなんていうのか、テレビという場に自分をですね、溶け込ませる。いかに溶け込ませるか。で、溶け込ました上で自分なりの個性も出さないといけないっていうね、これすごい難しいことですよね。うん。だからこそテレビタレントだったり芸人さん、テレビで活躍してる芸人さんっていうのはね、ものすごくですね、器用でですね、大変なんですよ。うん。結構ですね、ネタ番組とかでネタが面白い、M1 とかキングオブコントでネタとかで優勝して、うわ、この人ネタはすごいんだって人がテレビに来ても全然活躍できなくてテレビから消えるパターンっていくらでもあるじゃないですか。うん。これある意味 YouTuber さんにこの状況って似てるんですね。はい。だってそうじゃないですか。ネタって全部セルフプロデュースですからね。全部自分で台本考えて、どういった役にするか、どういった漫才コントにするか、どうしたら自分が面白く映れるかってことを全部自分で考えて、セルフプロデュースでみんなにお届けするのがネタですからね。うん。そういった状況から、ね、テレビというですね、自分をですね、相手色に染まらせなければいけない。その上で個性まで出さないといけない。ものすごく大変なところにね、行ってしまって活躍できない人がいる。まあ、これまさに YouTuber と同じ現象ですよね。うん。だからこそですね、まあ、YouTuber の出演っていうのはすごく単発感が多いんですよ。あんまり続かないっていうね、状況が続いてるわけなんですね。はい。で、ちなみにですね、唯一ですね、テレビ出演がまあまあの感じで続いてるね、YouTuber さんがいるんですよ。それ誰かっていうとですね、ゆきりんさんって方ですね。この方ですね、20代のですね、ものすごく美人のですね、まあ、メイク YouTuber 的な人なんですけど、この人ですね、めちゃくちゃいい大学出てて、頭めちゃいいんですよ。うん。で、そうすると何が起きてるかっていうと、今ね、テレビ番組ってクイズ番組めちゃくちゃ多いじゃないですか。ミラクル9だとか東大王とか、ああいう番組にですね、継続してちょこちょこ呼ばれてるんですね。なんだったら2週連続でゴールデンのね、その番組に呼ばれたりとかしてるわけですよ。うん。え、じゃあそのゆきりんさんってことはめちゃくちゃバラエティの立ち回りがうまいんだ、すごいんだと思うかもしれませんけど、これクイズ番組だから呼ばれてるんですね。はい。ということはこれ何かっていうと、つまりですね、クイズ番組で何が大事かっていうと、一生懸命クイズに参加して、いかにそのクイズがね、解けれるか、相手の東大生といい勝負ができるかって、そこなんですよね。うん。つまりそのバラエティの立ち回り
方だったりとかトークだったりとか、そんなのは二の次なんですよ。いかにそのクイズとしての能力が高いかね、っていうことが大事なんですね。だから一生懸命死ぬ気でクイズをですね解き続けることができたら番組に継続して呼ばれるんですよ。うん。でそれでいくとゆきりんさんはしっかりとその場に出た時にちゃんと実力を発揮してクイズを解ける、だからこそ呼ばれるんですね。うん。だからこそ逆の言い方、別の言い方をするんであれば、ゆきりんさんはですね、バラエティ番組には全然呼ばれてないし、呼ばれてもやっぱり続かないんですよ。はい。ね、クイズ番組に呼ばれてるんだったらクイズ一生懸命やりだけですけどね。はい。まあ、この違いなんですね。はい。と、だからこそ先生、僕が思ったのは、このですね、マスオさんのね、YouTuber としてですね、まあ、このね、おはさ出演、しかもレギュラーですよ、レギュラー、全国放送。これを勝ち得たっていうのはですね、本当に最高到達点であるとね、僕は思います。はい。まあ、もちろんですね、それはおはさが子供に大人気の番組で、ね、子供は YouTuber が大好きだからって、そういうのを踏まえた上でね、だからこそね、あり得る話っていうかね、成功していた話なんですけどね。はい。ちなみにですね、おはさって生放送なんでゴリゴリにですね台本とかも決まってるんで、別にねバラエティ要素だったりとかアドリブ要素なんて一切いりませんからね。その台本をきちんと全うして元気に楽しく子供たち見てるってねやれりゃできるわけですから、まあそういった点でもねマスオさんもね、まあ器用にこなすんじゃないかなって僕は思います。はい。というわけで、ね、今日はこの辺で終わります。この話にちょっと共感してくださった方、高評価、チャンネル登録、あとコメントもあってお願いします。どうもありがとうございます。